の顔にどんな表情が浮かぶか見るのが待ちきれないな。エイリーを待たせないようにし。舐めてかかっては。
素晴らしい。汚いカエルがドアのすぐ向こうにいる。敬意を表してやったらどうだ。もちろん。1953728406。なんだ？てめえら一体何者だ？エディ、俺だよ。サムスマク、ファックヨーセルフだ。こんなに長い時間が経って。最初にうちのドアを入ってきたやつがこんな小賢しいやつだとは。どうしてセクシーな金髪じゃないんだ。一体どうやって、いや、ありえない。こんなに時間が経ったのに本当にあの暗証番号を解いちまったっていうのか。ホロテープの。おい、まだたったの何200年。さて、何が見つかると思っていたのか知らないが、金か宝石か宇宙の秘密か。だが見つけたのは一人の男だったわけだ。グールってやつだな。ただ生きてる、生き延びてる。だが自分のものは渡さないぞ。暗証番号は冗談だ。警察がどれだけバカか証明したかっただけだ。本当にバカだって分かった。さあよそへ行きやがれ。おお、そりゃなんだ。それにてめえは誰だ。おい、何か知ってるような気がするな。だがてめえはなんだ。ロボットか何かか。今は外の世界はこんなになってるのか。ロボットが支配する世界、そうなると思ってたぜ。名前はバレンタイン、ニック・バレンタインだ。覚えているか。バレンタイン、警察官か。てめえがそうだって言うのか。残念だがてめえはニック・バレンタインじゃないぞ。ただの機械だ。フィアンセを殺しただろう、ジェニファー・ランズ。お前でもやり遂げられない犯罪があるんだ、ウィンター。フィアンセ、バレンタインのフィアンセのことか。可愛い子だった。あんなことになるなんて残念だ。だがてめえ本物のバレンタインを知っているのか。やつならチャンスがあれば手を引いただろう。だがなんだロボット男、どうして気にする。娘が200年前に殺され、てめえがうちに入り込んできてタフな男を演じたりして。クソ、自分自身を見てみろ。生きてさえいないだろう。なら同じような間違いをしていると思うがな。倒そうな。ダメだ、まだ。ここでやることは終わったけど、やらなきゃいけないことがもう一つある。一緒に来たければ来てもいいが。ビンゴだ。
素晴らしい。クレア、エディだ。待たせて悪かった。でも大丈夫だ。俺もお前も大丈夫だ。騒ぎが落ち着いたのにいなくなって変だと思っただろう。でも理由がある。前に話したあの話だが、もうすぐ起こりそうだ。爆弾、ミサイル、何かはわからない。でも週末はもうすぐだ。この情報を手に入れるために軍の諜報機関の友人にいくら積んだかわからない。結局シェルダーを置いてよかっただろう。でもなベイビー、もう一つあるんだ。しばらく隠れてた理由が。ウィーケッドシッピングのあのアホ兄弟を知ってるか。放射性物質を密輸している奴らを、あいつらを締め上げ、放射性物質をいくらが手に入れた。イーストボストンの医者と一緒に動いている。こいつは天才だ。いいか、バカみたいに聞こえるかもしれないが、そいつがこんな理論を聞かせてくれた。適度な量の放射線を適切に浴びたら、人間の細胞が変化するんだ。突然変異する。ベイビー、不老不死だって可能だ。ああ、分かってる。死んでしまう可能性もある。でも一か八かやってみたい。でも、お前を失いたくはない。だから俺が実験台だ。それで治療を受けてる。でも大丈夫。元気だ。ピンピンしてる。すごくいい気分だ。いやー、素晴らしい気分だ。このクレイジーなやつは本当に効く。この戦争はいつかは収まるだろう。収まったらボストンまで歩いて行って、そこでやっていたことを再開する。未来は俺のものだ。それまでにお前は死んでるだろう。もちろんだ。でもネガティブなことをくよくよ考えても仕方がない。だからほら、明日の夜サンドイッチの店に来てくれ。一緒にシェルターに入って扉を厳重に閉じて大爆発を待つとしよう。ああ、ただちょっと準備をしといた方がいいかもしれない。心の準備とか。ちょっと見た目が変わったんだ。でも愛は見た目じゃないだろう。ここだ。この場所で200年前エディの手下の一人がジェニー・ランズの背中に銃弾を撃ち込んだ。もうエディは死んだ。ジェニーやニックと同じように。それで途方に暮れている。このことを整理する時間が必要だ。外に出てもいいか。つまりまだ一緒に旅をしたいと思っているのか。これ以降は別々に行動したいなら責めたりはしない。まだ一緒に旅をしたいと思ってるのか。耐えられると思っているよ。もちろん一緒に行こう。よかった。さあここから出よう。それからありがとう。